私のインスタのアカウントの設定がなんかちょっとでいて、今いろんなこう事務所の SNS スタッフの方がこう皆さんたくさんこう優しさを与えてくれくださって、いろんな対処法を試してくださったんですけど、ちょっと今動かなくて、なんか他のメンバーのアカウントとかでやったら変えられたりはしたんですけど、私のアカウントがちょっと今固まっちゃってまして、すいません。相変わらずコメントがオンにできない、変えられないという状態になってしまいまして、本当に申し訳ないんですけど、なので、ハッシュタグ水着グラムで SNS に投稿していただいたら、私がそこからコメントを拾わせていただきますので、ちょっとすいません、急な対応になってしまうんですけども、これでいいのかな。で、コメントしてね。コメントしてね。コメント。はい。これ反転してます？反転してないかな？大丈夫かな？はい。ハッシュタグ、水着グラムの方にコメントしていただいたら、読みますので、すいません、本当にちょっといろいろとバタバタしてまして、はい。でも、一回なんか別日にしようかみたいな話も出たんですけど、ちょっとだいぶもう2日前ぐらいからやるっていうお話をしてしまったので、ちょっと、そのまま出てる、よかった。このまま今日はちょっとこの形でやらせていただきます。じゃあ、ハッシュタグ水着グラム見てみようかな。よし。すごい、トレンド入ってる。ハッシュタグ山下美月、嬉しい。ちょっと待ってくださいね。ちょっと携帯のスマホカバーがちょっと取れない。スマホカバー、これ映っちゃダメですよね。 ちょっといろんな大人の事情でスマホカバーを映せないので、いてててててて、もう握力2しかない、絶対私。取れた、取れました、よかった。じゃあ、みんなのコメント見ていこうかな。 ずっとこれ持ってんのおもろいな。ハッシュタグ水着グラム、すごい。なんかそう、本当は70万人超えた時にやろうと思ってたんですけど、できないまま、気づいたら今見たら73.9万人とかになってて、すごい、本当にいつもありがとうございます。みんな見れてる。反転しててもこっちで反転させてるから OK、 笑ってきてる。ありがとう、優しい、みんな嬉しい。最近山下美月ちゃんめちゃくちゃ好きになりました。女の子のファン大歓迎ですか？もちろん、いっぱいね。私もインスタ始めてからやっぱいろんなものを載せるようになったので、女の子のファンの方も男の子のファンの方も、いろんな方、もう世界中の方、いろんな、ワンちゃん、猫ちゃんだったりとか、いろんな方がファンになってくれたらいいなって思ってます。やっぱ反転してるんだ、ごめんね。反転してるっぽい。そう、どっかに立てかけとけばって書いてあるんだけどね、全くね、立てかけられる場所がねなくて、ちょっとここね、そこは、むずいな。あと見にくいですよね。ちょっと近い方がいいもんな。すごい。ちょっとこのままでちょっとしばらくはいますね。すごい、今私がこんなこと言ったからマネージャーさん方が総立ちしちゃったよ。 マネージャーさん方がいろんなものを取りに、なんか部屋からいなくなっちゃって申し訳ないです。 はい。今日の服のポイントは？今日の服は
なんかこうブラウン系ですね。ちょっと春なので、もう薄手のジャケットと、あとちょっとこの首元が、ここがね可愛いですね。ここが開いてるワンピースです。そんな感じ。ブラウン可愛いですね。ハッシュタグ水着グラム。本当だ、めちゃくちゃ反転してるやん。お疲れ様です。3日前に乃木坂の虜になりました。嬉しい。3日前ってなんか何してたっけな。3日前、嬉しい、ありがとうございます。そんなすぐ見ていただいて、はい。お、忙しい中配信ありがとう。バイト中だけどしっかり見てます。すごい、バイト中に見れるんですか。めちゃ器用やん。どうやってなんかこう下でこうやってなんか机とかに隠しながらこうやって見てんのかな。すごい、なんかマネージャーさんが譜面台持ってきてくれたんですけど。すごいすごいすごい。逆だったすごい。これ見えてんのかな。ちょっと待ってくださいね。あ、もうちょっと上ですね、これは。どうやって上にするんだろう。ああこんなインスタライブあります。近すぎ。でもちょっと待ってくださいね、これを一回下げますわ。オッケー。あ、ちょっと高すぎました。あ、いい感じじゃん。なんかシンガーソングライター感ある。あの路上ライブパフォーマンスしてる方感ある。なんかインスタのアカウントこちらからです、フォローしてねみたいな、よくね新宿周りとかの方感がある。すごい、さすがです。マネージャーさんナイスフォローありがとうございます。さすが。おもろ、すごい。もう8時半超えてるやん。ごめんなさいね、バタバタしてて。じゃあ、3月は卒業のシーズンだけど、みずきちゃんは何かエピソードありますか。3月、でも3月はなんか高校の卒業、なんか卒業式自体はお仕事で出れなかったんですけど、結構やっぱりこう乃木坂に入ってからはお仕事と授業の日が被って、あんまりこう行けない日が続いたりして、なんかそうするとこう年明け1月2月3月とかにその1年間分の補習補講をしなきゃいけなくて、本当にそれが大変で、もう朝から晩までずっと教室の机に座ってずっともう書いなんかいろんな書き写しとか勉強とかしてて、だいたいあの桃子とかミリアさんも同じ教室でやってて、本当にお尻痛くしながらずっと歩行を受けてたなって思い出がありますね。懐かしい。あとやっぱ高校の卒アルの写真が、私はミリアさんとのツーショット、先生がなんか学校の玄関で撮ってくださった写真なんですけど、なんか桃子の卒業アルバムの写真が私となんか自撮り、なんかお仕事の時にした自撮りで、あのネズミの耳がついた状態で2人で自撮りしたのが、こう同学年の卒業生全員に配られたっていうのがすごく恥ずかしいけど、今思えばいい思い出ですよね、それも。譜面台有能、それな。初めて見たこの譜面台の使い方、ありがとうございます。これあれじゃない、多分久保のさ、あの46時間の練習とかで使ってたやつじゃない多分。おもろすぎるわ。今日誕生日です、祝ってください。おめでとうございます。今日は何日、3月10日。お、佐藤の日、佐藤楓ですね。
暗髪にする予定はありましゅか、ありましゅか、だって暗髪、うーん、まあやりたいですけどもう今日染めに行っちゃったんで、ちょっとまあしばらくはこんぐらいの髪色かなって。でもまあ機会があればめちゃくちゃ明るい髪色もやりたいし、その黒髪もやりたいなって。でもね、またなんかこう染め直すのも大変だしね、基本やっぱお仕事に合わせて髪色変えてるので、うん、そういう役とかが来たらやりたいなって思います。イヤリングかわいい、ありがとう。イヤリング、ちょっと赤い耳とイヤリング、最近はなんかちっちゃいイヤリングをつけるのがすごい好きで、なんかちっちゃいイヤリングってちょっとなんか色っぽい感じがしません？なんか最近それに気づいて、なんかちょっと大人な感じがするなって思って、ちっちゃめのイヤリングを集めてますね。まだそんなに数はないんですけど、またいっぱい紹介できたらいいな。もうすぐホワイトデーですが、カッキーへのお返し考えてますか？って。よいしょ。全然言えないですよ、こんな皆さんの大衆の前で言えないよ、恥ずかしいもん。うん、まあ美味しいものをあげます。でもカッキーは本当に食事の代わりにずっとチョコ食べてるって前番組で言ってたので、ね、ちょっと美味しいチョコレートあげようかなって思います。うーん、皆さんもホワイトデー買ったかな。うーん、あ、46時間テレビの電子台の盾めっちゃかっこよかったです。このメンバーの電子台良かったなとかあったりしたら教えてください。あ、ありがとうございます、嬉しい。なんか本当に、なんか元々本当電子台は別の企画をやろうとしていて、でもなんかそれが一回置いておこうということになって、じゃあ他に何やろうかなって思った時に、やりたいことがいいなって思って、盾やりたいなって思って、でもそれは本当ちゃんと決まったのが本番46時間の1週間前ぐらいだったので、もうめちゃくちゃ何からやっていいかも分からなくて、どういう構成にするかとか、なんか本当どんか基礎練習から始めて何をしていいかすら分かんなかったんですけど、先生方のおかげで、スタッフさんのおかげで楽しくできましたね。電子台はやっぱ久保とか依田の楽器演奏はすごい感動したし、でも飛鳥さんのタップダンスもめちゃくちゃすごかったし、でもなんか朝こう幕張メッセ入って、もう本当に全然寝れなかったって、まあ、毎回なるんですけど、なんかそう眠い目をこすりながら早朝からやってるメンバーの電子台を見て、楽屋にいるメンバーたちはもうこんな朝からみんな頑張ってっていう、ちょっとなんかこう感動、なんか結構4期生とかが朝からやってる子結構多かった。ゆみきちゃんとかシンデレラチャレンジとかも朝からこんな、なんか酸っぱい水飲まされてみたいな頑張ってるなってすごいパワーをもらいました。でも46時間テレビで個人的に一番好きだったのは、あの初日の 50m 走の紹介 V で岩本蓮香の紹介 V が本当にもう一番好きで普段駅とかまで走ることないんですかっていうスタッフさんの問いかけに、駅タクシーで行くんでみたいなもう最高すぎて本当に大好きになりました。もう元からもうめちゃくちゃ大好きなんですけど、さらに
なんか本当レンカのいいところがめちゃくちゃ詰まってて8回ぐらい言いました。本当に良かったな。じゃあ次の質問、どうしようかな。私も昨日髪を切ったので運命ですねって。あざとくてラスト出るんだね、楽しみ。そう、今日はあざとくて何が悪いのの、もうツイッターにも載ってるんですけど、収録に参加させていただいて、4月から番組が日曜日の、夜に移動になりまして、まあ、ちょうどやっぱかぶってしまうんですね、こういわゆる裏かぶりっていうものが発生してしまうので、今まで本当にもう1年以上お世話になった番組に、まあしばらく出れなくなってしまうということで、今回最後に呼んでいただいて、放送時間が移動になる前、最後の放送呼んでいただいて、いやでも本当にめちゃくちゃ面白かったです。もうぜひ見てほしいです。放送日は解禁されたらまた皆さんにお知らせしようかなって思うんですけど、やっぱ本当に山里さんと平中さんと南さんのお三方のなんていうんですかね、パワーというか、でもなんかすごすぎて、いや私結構意外とというか、トークバラエティっていうんですかね、バラエティでのトークが得意じゃないんですよ。こうなんだろう、結構、人見知りを発動してしまう部分とか、やっぱ緊張してしまう部分があって、なかなかうまく喋れないなって思うことが多いんですけど、本当にお三方がうまくこう拾って話を広げてくださるので、なんかもう本当に今日もすごい素敵な時間でした。皆さんぜひあざとくて何が悪いの見てください。このポーズもできなくなっちゃうの寂しいな、寂しい。トークのあざとい文書いてるときってどんな感じのテンションなんですか？私あざとい文なんて書いたことあるかな。いや、まああるとは思うんですけど、多分自分ではそんなになんか普通のテンションで、結構ローテンションじゃないですか、トーク撮ってくださってる皆さんだったらご存知だと思うんですけど、めちゃくちゃローテンションでいつもメッセージを送るので、逆に大丈夫かなっていう。私結構こうスイッチ入ってる時はこうバーって喋ったりとか、割と声張ったりハキハキ喋ることを意識してるんですけど、なんかそんなに意外と裏でスイッチ入ってることなくって、なんかいつも美容院とかでも、今日も美容院行ったんですけど、本当に何をこうお話しすればなんか美容師さんがこう心地よく髪を切ってくださるのかなんか分からなくて、どうしよう。なんかでも今日の美容院でのお話の失敗は、その美容師さんがなんかワンちゃんを飼ってるっていう話をしてて、でなんかマルチーズ飼ってるんですよってシャンプーしながら、うちのマルチーズ本当に可愛くてって言われて、あー絶対可愛いですね、あどうしよう、その後なんて続けたらいいんだろう、あなんて返すのが正解なんだろうって考えて、何の犬種なんですかって聞いちゃったんですよ。でもマルチーズって言ってたじゃんさっきと思って、もう本当になんか話聞いてない人みたいになっちゃって、あ申し訳ないと思って、いや聞いてたんですよ、ちゃんとマルチーズだっていうのも認識してたのに、犬種なんですかって間違えて聞いちゃって、あマルチーズですって言われて、ですよねとか言って、やだもっと
会話が上手くなりたいって思います。そんな22歳ですカトシに会った？あ、カトシは最後に会ったのいつだろう。でも最近会えてないです。連絡はよく取ってるんですけど、なんか結構こうフラッと、今日の夜焼肉食べたくないとか、今日の夜会いたくないって連絡したりするんですけど、だいたいやっぱスケジュールが全然合わなくって、なかなか会えずで寂しい。でも会いたいです。カトシ、カトシ会いたいよでもカトシもインスタ始めたので見てますよ、ちゃんと。あ、カトシがインスタの初投稿をする瞬間を私は動画に収めているので、もう分かんないんですけど、公開することがあるか分かんないですけど、まあ機会があったらなんかストーリーとかに載せるかもしれないです。あ、水崎氏最近アマプラで映像券見てる。何週目かな。わあ、嬉しい、ありがとうございます。そう、やっぱ映像券のファンの方本当にたくさんいらっしゃって、結構なんかいろんなお仕事を行く先々で、なんか乃木坂ということは知らなかったけど水崎氏ということは知ってたって言ってくださる方とか結構いて、そのアニメがすごい好きな方とかで知ってくださった方がすごく多いので嬉しいですね。ありがとうございます。いっぱい見てください、これからも。筋肉ある人は好きですか？好きですだってね、筋トレ頑張ってるってことですもんね。いや、頑張ってほしい、頑張ってほしい。私も筋肉つけたいって思いながら何もしてないんですけど、筋肉すごい好きですよ。筋トレ頑張ってください。髪の色、あ、髪の色の質問めっちゃ多い。髪の色はでも特になんかこの色にしてくださいっていうのは、まあ、言ってないんですけど、まあ、大体、まあ、アッシュ系にしてくださいってだけ言ってますね。大体アッシュ、たまにグレージュにしてくださいって。だから本当に寒色系ばっかですね。たまになんかラベンダーカラー、なんていうんですかね、ラベンダー色を入れてくださいとかもお願いするんですけど、ナチュラルです。寝る前のルーティーンがあったら教えてください。なんだろう、寝る前のルーティーン。寝る前はでも私最近家の鍵がちゃんと閉まってるかを見に行くすごい、やだ、マネージャーさんがすごい渋い顔してたんだけど違うんですよ、これ理由があって、もう最近めちゃくちゃ怖い夢見て、多分今までの人生で一番怖い夢、もう言えない、絶対インスタライブでは言えないようなレベルの本当に怖い夢を見て、でしかもなんかすっごいリアルだったんですよ。ちゃんと痛みがあった。こうなんていうんですか、夢ってこう痛くないって言うじゃないですか。でも私の夢痛かったんですよ。だからすっごい怖くて、でバッて夜中に目が覚めて、どうしよう、怖い、大丈夫かなって思って、一回家の戸締まりを全部したか確認しに行って、それからまた今日もあの夢見るかもしれないからちゃんと確認しておこうと思って確認してます。怖い、怖い夢って2回見たくない。でもなんかそういう時に限って2回見ますよね、なんでだろうね。
受験で16キロ太った場合筋トレを決意。頑張って。すごい。でも一回脂肪つけてから筋トレした方がいいって言いません？わかんないけど、ね、なんか聞いたことある。脂肪つけてから筋肉つけた方がいいって言われた気がする。みんな筋肉の話ばっかになっちゃった。みんな筋肉好きね。たまたれね。たまたれ楽しかったな。初めてやったんですけど、たまたれ結構効きますよ。絶対あれ毎日やったら痩せると思う。みんな筋トレしてるんだね。頑張って。ヤマケンサンバまた見たい。やだ恥ずかしい。でもやるのかな、また。わかんないですけど、こうご指名があればやらせていただくんですけど。いやすごいですよね、まさかね、紅白歌合戦でマツケンサンバの企画に出させていただけるなんて。スクショしすぎて容量なくなった。やばいじゃん、やばいじゃん。ちゃんといっぱいありがとう、スクショしてくれて。でも確かにちょっと顔熱いね、顔熱いねっていうコメントすごい来てたんですけど、ちょっと緊張すると顔が赤くなるんですよ。恥ずかしい。なんか私この間公開された YouTube 乃木坂のあのチャンネルで公開されたあの朝日ビールさんの打ち上げ動画が、1期生と4期生でこうちょっと打ち上げ企画をやるっていうのと、2期生と3期生で打ち上げ企画をやるっていうのがアップされたんですけど、すんごい最初は全然アサヒビール大好きだしいっぱい飲もうって思ってクリアアサヒめちゃくちゃ飲んでたんですけど、多分やっぱちょっと寝てなかったとかちょっと疲れが溜まってたのかなとかいろいろあって、すんごい酔いが回るのが早くて自分でもびっくりするぐらいに、まだ半分ぐらいしか飲んでないのに顔真っ赤になっちゃって。でもなんかこうちゃんと動画はいい感じにほろ酔いみたいな感じになってたんですけど、もう終わって楽屋帰るまでのなんかもう3期生もう特に向井葉月なんですけど、もう本当にもう大熱唱してて、釣り堀、あの釣り堀っていう乃木坂の楽曲があるんですけど、釣り堀を大熱唱してて、でも本当にすごかったです。もう見てほしい、見てほしい。もう動画でも撮ってるんですけど、乗せられるレベルのものじゃないからな、あれ本当に面白いです。3期生は用途面白い、みんな面白いな。久保とかは結構強いんですよね。与田も普段は強いって言ってるんですけど、でも与田はなんか毎回酔ってる気がする。3期生で飲んだ時に最初に寝てたな、前飲んだ時。今日つけてるリング見せてください。これ別に何のリングでもないですよ。これなんか私指輪をこれ多分 ZOZO タウンでなんか3つで1000円ぐらいとかで売ってるやつあるじゃないですか。私ああいうのしかつけなくて本当にああいうのしか持ってなくて、いや絶対なくすんですよ本当に。指輪多分こういうお仕事をさせていただいてると毎日着替えて、しかも乃木坂ってメンバーが多いので
アクセサリーって本当に確実になくすんですよ。乃木坂あるある、乃木坂あるあるなのかな、まあ、もちろんちゃんと管理してる子はちゃんと管理してると思うんですけど、私みたいにこうちょっとズボラズボラな感じの人間はいつも細かいアクセサリーをなくしてしまうので、あんまりあのお高い値段のものをつけないように、でもちゃんとこうあの全部大切にしてますけどね。でもプチプラなアクセサリーしか基本持ってないです。これもこれいくらぐらいだっけな、これもね通販で見つけて、うん、でも5000円以上のは基本買わないかな。頑張って4000円ぐらいの、まあ4000円も買ったことない、3000円ぐらいかな。基本1000円2000円のアクセサリーをつけます。まあでもなんかちょっといい女感出るじゃないですか。ね、うーん、更新してピアス開ける予定ありますか。考えたことないです。多分開けないと思う、乃木坂にいるうちは。いや全然なんか開けたい、痛そう、なんか高校生の頃とか学生の時ってなんか消しゴムを耳の裏に当てて、で安全ピンをなんかでグサッてやってピアス開けてる子いませんでした？いないのかな、わかんない、私の学校だけかもしれないですけど、なんかわすごって思って、でも私は開けないかな、まあ、でもお仕事のこともあるし今のところは予定はないです。気が向いたら、アスカちゃんの指輪盗んじゃえばだって、欲しい、指輪欲しい。急に指輪欲しいな、絶対大事にするのに、だっていっぱいつけてるじゃないですか。でもアスカさんの指輪ってもうアスカさん、乃木坂のメンバー内だったら多分アスカさんしかつけなそうな指輪が多いから、なんかあ誰か指輪落ちてるよってなってもアスカさんのだってなりそう。すごいみんな言ってるやん、アスカさんから指輪もらっちゃおうって。うーん、エアポッツも忘れましたもんね。そう、私エアポッツ本当にめちゃくちゃ気をつけてるんですけど、いろんなところに片方ずつ置いてきがちで、一回なんかあれ片方ないって思ったら埼玉に置いてきちゃって、たまたまそのドラマの撮影で行ってたとこだったので、スタッフさんが違う撮影で行った時にこう拾ってきてくださったんですけど、で戻ってきたんですけど、この間もなんかなんだっけな、なんかの撮影の時にエアポッツ片方どっか行っちゃって、あれ片方ないと思って、で1ヶ月ぐらいないままだったんですよ、片方だけでずっと聞いてて、でああもうさすがに見つかんないかと思って、保証みたいなやつで片方だけ送っていただけるんですよ。で片方だけこうお金払って片方届いたら、届いた日に伊藤リリアから連絡が来て、ヤマさエアポッツ片方なくしてないって言われて、えなんでって聞いたら、乃木坂ってなんていうんですか、ベンチコートっていうこうブルーの、結構乃木坂ファンの方だったらわかると思うんですけど、こうベンチコートを寒い時は着るんですよ。でまあいろんな撮影のロケの時とかは結構ほとんど着てて、でもなんかメンバーそれぞれ別に決まってるわけじゃなくてランダムでこうバーって渡していく感じなんですけど、マネージャーさんが、そしたらなんか伊
伊藤リリアがたまたま羽織ったベンチコートのポッケの中に私のエアポッツが入ってて、だから今エアポッツ3つあるんですよでも一応ね、また片方なくすかもしれないんで全部取ってあって、左耳が2個ありますね、今予備があります。今日もテスト、明日もテストだから応援してもらいたいです。頑張ってね。え、なんか昨日なんか卒業式とかあったらしくて、まあ、そうメンバーのご兄弟の方がその卒業、学校の卒業式があったらしくて、写真見せてもらったりとかして、え、もうそんな時期かって思って、すごいですね、もう3月なんだ。どうしよう、質問いっぱいあって悩んじゃう。いっぱいありがとうございます、たくさん。ハッシュタグ水木グラム見てね。あ、花粉症大丈夫？そう、結構私ほんと花粉症なんか年々ひどくなってる気がして、で急に今週の頭ぐらいに朝パッと起きたら顔が真っ赤に腫れちゃってて、えっと思って、で目もすごい充血したし、ずっと鼻水垂れ流しだし、あ、花粉がついに今年も来たって思って、で今一時的にこう飲み薬飲んでたりとかしたんですけど、やっぱ充血とか肌はあの治んなくて、でこの間あの病院に行ってきて、今とてもすっきりしてます。嬉しい、すごく効きました。花粉症きついよね、本当にきついと思う。やっぱメンバーとかでも結構ね、花粉ひどいって言ってる子もいるし、なんか私も学生時代、小学生の時とか花粉症で毎年熱出てましたもん。熱出ちゃうぐらい結構ひどい方もいらっしゃると思うので、みんな気をつけてね、気をつけてねというかお大事に。エアポッツ1個鼻にでも入れたら、だってどうなんだろう、こう入れてこう入れたら、でもこっちをこう押さえたら共鳴するんですかねやだ、マネージャーさんが苦笑いしてんだけど、その話やめろって顔してる、ごめんなさいやってみたい、でもやってみたい、そういう実験やりたい。ダメなのかな、企画とかでやりたいあ、でも最近私がやりたい企画はスポッチャに行きたいんですよ。スポッチャに行って、スポッチャってこういろんなやっぱスポーツができるので、私にでもできるスポーツを見つけたい水泳はできるんですよ、水泳はできるんですけど、ちょっとさすがにこう水着姿をお見せするのはちょっとまだ恥ずかしいので置いといて、陸上の上で、陸の上でなんかうまく見せれる風のスポーツ知りたいな、まあ、バレーボールはかろうじてできると思います。中学の時バレー部だったんで、まあ、ずっとベンチでしたけどエアポッツ、そうエアポッツ3つあると便利よね。スポッチャ企画楽しそうですよね。そう一回吉田屋のクリスティと行こうっていう約束してたりしたんですけど、結局時間はなくて、その日は焼肉行ったりして、メンバーと行ったことないんだよな、絶対楽しいと思う。あ、ロデオ楽しい、スポッチャのロデオめっちゃ好きです、わかる。
これ何時までやりますって聞いてるんですけど、何時までやります？ちょっと今確認です、確認。何時までやってほしいですか？無限って聞こえる。無限はダメだって。どんぐらい？あと何分ですか？あと5分？本当に？あと5分だって。あと5分だって、みんな。あと5分しかやっちゃダメだって。いやすいませんね、いや夜まで、あのスタッフさんお付き合いさせてしまっているんですよ。あとまあ5分ちょっとですね、切りのいいところで。だからまあ15分ぐらい、9時15分ぐらいまでやろうかなって思うので、ちょっとどんどんお話ししましょうね。うん、エアポッツ入れて鼻にも入れて口開けてやったら人間ステレオになる。そうなの？へえ、やってみたい。あ、バッティングセンターデートしようよ。だってデートはちょっと一旦考えるけど、バッティングセンターには行きたい。今日兄貴が誕生日です、おめえ。ニンニクについて語ってください。じゃあ私の最近好きなニンニク料理は、これもあのご存知、リュウジさんのレシピなんですけど、フライドポテトを揚げて、でバターを、揚げたフライドポテトにバターをこう乗せて、でそこにニンニクも一緒に揚げるのか、フライドポテト揚げるときにニンニクもこう一緒に揚げて、こうフライドニンニクにして、でそれでそこにバターをかけて、こうちょっと軽く混ぜて、そうするとめちゃくちゃ美味しいんですよ。多分超高カロリーだけど罪の味がします。おつまみにもなるし、お子さんも絶対好きだし、私は映画のお供にしたい。やな、好きな子になんて LINE 送ったらいい？LINE 送るの？ちょっと私そんな大役いいの？絶対送ってね。なんて送ろっか。じゃあ愛してるよ、チュッってボイスメッセージ。どうだろう、どうだろう、なんて帰ってきたか絶対教えてほしい。なんて帰ってきたか絶対教えてね、絶対送ってね、ボイスメッセージ。かわいい、いいな。すごい、トレンド、何トレンド？あ、すごい、水木グラムトレンド2位に入ってるよ今。すごい、みんなありがとうございます。違う、絶対私がコメントをね、こうやっぱぐだったせいで、こう優しいファンの皆さん、フォロワーの皆さんがこうね、たくさんつぶやいてくださって本当にありがとうございます。やだ、あと3分しかないじゃん、どうしようどうしようどうしよう。ちょっとみんな独身で結婚に焦ってる、だって29歳です。焦んなくていいじゃん、もう人生楽しみましょう。ね、いやもうなるようになりますよ。気持ちがとても落ち込んでしまった時はどうしていますか？
でも、いや、私の気持ちもこうすごいウェーブですよ、上がったり下がったりすごいしますけど、でもとりあえず寝てご飯食べてお風呂2時間使ってちょっと夜更かしして夜中にこうジャンキーなもの食べて、それでも落ち込んだ時は諦めます、私は。 しょうがない、いろんなことがあるから、でも人生の中の一つの出来事だからって思います。頑張って。またいつかインスタライブしますか？したいしたいしたいです。次は何だろう、またフォロワーさんが増えたらっていうんですかね、なんか結構何万人突破とかなんかこうやってらっしゃる方多いじゃないですか。なのでもう感謝の気持ちも込めてまたいつかできたらいいなって思います。山下美月がニンニクについて語り出して草だって、私も草。 ニンニク草。 ニンニク草やばい。 ボーリング大会やろ、ボーリングだって。ボーリング大会やろうやろうやろう、やりたいやりたい。私小学生の時に地元のなんか子ども会でボーリング大会やったのが最後なんで、ボーリング大会ちょっと企画してよ。わ、名前出したいこの人。 連絡して連絡して。 どうしたら友達になれますか？友達、友達、みんな友達だよ、みんな面白い、みんな友達。 短い、もっと。でも私この間なんか趣味増えましたみたいな、さっき質問が来てて、趣味はなんていうんですか、 UFO キャッチャーが趣味に増えまして、仕事の合間とかもちょっとした空き時間に、まあ、混んでない時間帯だったらたまに、まあ、本当に10分15分ぐらい UFO キャッチャーやりに行ったりするんですけど、この間 一人でずっとこう、まあ、やっぱちょっと、まあ、変装とまではいかないかもしれないですけど、こう、ま、いつもマスクして帽子かぶってこうやってずっと UFO キャッチャーに張り付いてるんですけど、後ろからなんかちっちゃい男の子が「お姉さん頑張って」って一生懸命応援してくれて、「はあ、もうどうしよう、でも私全然取れない」とか言って、結局なんか1000円ぐらい使ったんですけど全然取れなくて、でもそしたらなんかその男の子がなんか家族連れてきちゃって、なんか一家で応援してくださったんですよ。もう本当になんか嬉しかったです。嬉しかったけどちょっと恥ずかしかった。男の子元気かな。やばい、もうちょっと時間過ぎちゃいました、時間過ぎちゃいました。山下美月46時間テレビお願いします。気が向いたらいつかやりますね。はーい、ということで 山下美月インスタライブ見てるけどすっげえ適当やな、わら。 わら。 ごめんなさい。 いや、楽しかったです、とても。すごい、本当にちょっと最初の方はグダグダしてしまったんですけど、ちょっと皆さんの、温かいお力をお借りしてどうにかこうにか楽しむことができました。またインスタも、更新たくさんしていきたいと思うし、またインスタライブもね、機会があればキリのいいタイミングでできたらいいなって思うので、またぜひ遊びに来てください。本当にちょっといろいろバタバタしちゃったんですけど、皆さん楽しかったかな？明日からも頑張って、まあ頑張りすぎずにやっていきましょう。ということで、ありがとうございました。いっぱい寝てください。 いっぱい寝てね。ありがとう。バイバーイ。
か切り方わかんない、切り方わかんない。バツですかね、バツかな。バツ押します。バイバーイ。